甘酒ラムネ、ぶどう糖配合とラムネ味の甘酒で仕事や勉強を頑張る皆さんを応援。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。和田大学、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、森永製菓より2020年11月4日に全国で発売した甘酒市場のトップブランドである森永甘酒から、ぶどう糖を配合し森永ラムネの味わいをイメージしたスパークリング米麹甘酒ラムネ味、190ml、本体価格115円、工場をご紹介したいと思います。スパークリング米麹甘酒ラムネ味、ぶどう糖入りです。ミタンさん、森永ラムネの味わいをイメージして作りました。アルコール分は 0.00% です。こちらは微炭酸仕立ての爽やかな甘酒です。すっきりとした森永ラムネの風味とふんわり香る米麹の味わいをお楽しみください。炭酸飲料です。内容は 190ml となっております。大東乳業さんですかね、作ってます。アレルゲンは使用してません。カロリーは 100ml あたり 61kcal、 炭水化物は 15.1g の推定値となっております。では開けていきたいと思います。森永ラムネをイメージした爽やかな味わいと香りが特徴の微炭酸仕立ての米麹甘酒です。厳選された国産の米麹を使用。ぶどう糖が1缶あたり 5g から 20g 配合。まあ、いただきます、うん、炭酸飲料ですね、完全にね。あのラムネの味が強いです。アルコール分 0.00% のため、仕事中や勉強中にもお子様や妊婦さんなどのアルコール分を心配されるお客様にも安心してお飲みいただきます。よです。これすごいね。飲む前はどうかなと思ったのよ。米こうしとラムネって合うのかなと。いい意味で裏切られた味でしたね。ラムネをまろやかにした感じで、ラムネを米麹がよく引き立てております。美味しい、飲みやすい。甘酒が逆に苦手な人がおすすめです。ちょっと甘酒なの飲みづらいのかなっていう人、あのつぶつぶもないし、すごい飲みやすいスパークリング麹甘酒ラムネ味、ぜひおすすめです。飲んでみてはいかがでしょうか。私もあんまり甘酒はお得意じゃないですけど、これは美味しい。飲んでみてはいかがでしょうか。この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれればまた喜びます。では